どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2004年にゲームボーイアドバンスから発売されましたポケットモンスターファイアレッド、こちらをですね、ポケモン捕獲禁止というルールで遊んでいこうと思います。シンプルな縛りですね。よろしくお願いします。ポケモン捕獲禁止という定義についてですが、主人公がボールを投げて捕まえる行為、これをね、禁止としたいかなと思います。ではね、早速遊んでいきましょう。よろしくお願いします。待って、怖い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 。なんかめっちゃやってんだけど。800時間超えなんだが。ちょっと見てみる？じゃあ前回の続きから、前回の続きから遊んでいきましょう。何言ってるんでしょうか？ゲームコーナーにいるね。なんか結構、バランスよく育てていらっしゃいますね。ミニリュウさん持ってるんだけど、サファリゾーンで捕まえたんだ。なるほど、なるほど。よし。やっていきますか。さあ、ということで、改めまして始めていきましょう。よろしくお願いします。ねえ、こういう始まり方でしたね。はじめまして、はじめまして、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の前、大木戸、みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。ね、ポケモンたちが至るところに住んでるというわけですね。さあ、ということで、どうしよっかな。男の子。なんか、たくましいですね。ちょっと待って、女の子。女の子、見てみたい。竹広と言うんだな。違います。あれ、待って、これもしかして戻れないやつ？まあまあまあ。では、また名乗りますが、ライラと申します。よろしくお願いします。お孫さんね。名前どうしよっかな。じゃあ順平でいこうと思います。さあ、では頑張っていきましょう。ファミコン時代感じますね。で、まずはね、ちょっと設定をいじろうかなと思います。話の速さ、速いで。ウィンドウどうしようかな。なんか赤色の良さげなやつ。で、ちなみにね、ゲームボーイプレイヤーでやってるんで、こっちのフレームも変えられるんだよね。これでいいか。さあ、ということで、まずは確か、ここに傷薬があるので、引き出しておきましょう。これね、場合によっては結構大事になるんで。さあ、どんどんいきますよ。さあ、ということで、最初のポケモンをね、手に入れられるんですが、縛り上、しばらく、この俺の選んだポケモンとの2人旅が続くかなって思うんですが、だからね、結構大事なんだよね。不思議だね。草タイプ。ゼニガメ、水タイプ。もうこの時点からね、人影さん、人影、炎タイプ。で、最終進化のことも加味すると、で、そうですね、今後手に入るタイプとかも考えると、水タイプはね、手に入りやすいかなって思うんで、入る機会があると言いますか、まあレッド版でも、ファイアレッドでも、緑でもいいんですけど、遊んだことある方ならわかるかなと思うんですが、水タイプはね、割と手に入る機会があるので、で、人影さんの最終進化のリザードンっていう風に考えても、場合によっては炎タイプも手に入るし、なおかつ飛行かぶりする可能性もあるので、ここはね、不思議な予算でいこうと思います。じゃあムーチョ X でいこうと思います。2代目ムーチョ。お、せっかくじいさんにポケモンもらったんだぜ。ちょっと俺の相手してみろ。 OK、 やろうか。まあまあ全然大丈夫ですよ。まあとりあえず体当たりし続けて、まあやばかったら傷薬使うって感じでやっていきます。貴重な経験値なんで。おお、急所ありがてえ。順平、俺と一緒にポケモン捕獲禁止というルールのもと殿堂入りを目指さないか。俺も一緒に縛る仲間がいるとさ、なんかモチベーションになるからさ、一緒にやろうぜ。頑張りまーす。まあとりあえずタウンマップもらえたっけ。あれ、もうちょい先だっけ。もらえたら嬉しい。くださいくださいもらえませんでした。泣きそう。この先が思いやられる。で、傷薬をもらっておきましょう。こういうのね、大事なんで。あ、ポッポさんだ。さあ、トキワシティでーす。もうどんどんいきますよ。最初にやることは、確かお届け物でしたよね。ショップに行きましょう。で、お届け物を手に入れます。ではね、渡していきましょう。博士、お届け物です。Uber Eatsです。のポケモン図鑑。今回の縛りだと全然埋まらなさそうだけど、まあまあまあできる範囲でやっていきますか。のモンスターボール5個、ありがとうございます。残念だがお前の出番は全くねえぜ。俺もそう思う。任せた。頑張ってくれ。俺の分も頑張ってくれ、順平。俺はポケモンつかめずにクリアする。ああ、いただきました。ありがとうございます。タウンマップです。よーし、では。そうだな。一回回復しよっか。ランニングシューズは、確か、ニビシティあたりでもらえたっけ？ファイアレッドリーフグリーンは。よし、ということで、もう一度ね、トキワシティに向かっていきましょう。うっしすまない博士、俺にはこれしか使い道がないんだ。資金源にします。で、そうだな、とりあえずこっちのイベント見よっか。こんにちは、アドバイス。お、捕まえ方を知らんのか。ではわしがお手本を見せてやるからな。お、モンスターボール1個。おー、見事です。おめでとうございます。ということで、おそらく本シリーズで唯一トレーナーが捕まえるためにボールを投げるシーンかなと思うので、もうリピート再生たくさんしといてください。ここの部分多分この先見られないと思います。教えテレビね、結構解説してくれるんだよね。なんか教育番組味があるような、なんか確かそんなような感じだった気がする。こういうのあるんだよね。まあ、全然いいんですけど、ポケモン捕まえたい。縛り違反です。こういうのね。ああ、思い出すな。こんにちは。これね、お兄さんがね、ショーをやってくれるんだよね。まあ、これが見たいよって人は、続きが気になるよって人は、買ってね、みたいな。買ってね、みたいな。でも結構高くてびっくりした。バイアレット、今から手に入れようとしたら？で、左に行けば、確かライバルと戦えるんですけど、今回もうまっすぐ行っちゃおうと思います。今回もうクリアが目的なんで、この辺ね、バンバン進んでいこうと思います。ではね、ニビシティ向かっていきますね。待って、 PP やばいんだけど。せっかく戻ってきたからさ、ライバル戦やるか。それがいいよな。あと取っちゃいますね。さあ、傷薬ありがとうございます。うーす。さあ、ポッポさんですね。レベル9か。大丈夫かな、大丈夫かな。はい、男の体当たりで特攻隊長無調。お、ナイス急所。やばいー、相手も急所だ。覚えてましたっけ、この時点って。とりあえず種。マジか、マジですか。向こうのが早いか、しかも。怖いよー、怖いよー。まあ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 。今回俺は、ボールにお金を使わなくていいんだ。よーし、ありがとうございます。勝ちましたね。よし、では、改めまして、ニビシティに向かっていきましょう。よーし、戻ってきたぞー。では、時矢の森をまずは抜けていこう。よし、ということで、時矢の森抜けました。なんていうかね、やっぱムーチョしか今手持ちがいないからだと思うんだけど、そんなに意識的にレベル上げようって思ってないんですが、もうね、レベル14まで上がったんですよ。ジム行っちゃうこのまま。即ジムしちゃうか。たけしは違うと、そんな違うと言われているたけしを倒しに行こう。さあ、では行きますか。目指そうぜ。いいえ、遠慮はいらんぜ。じゃあ早速教えてくれるんだ。左側のやつか。ありがとうございます。左側のやつ。左側のやつしかおらんですね。めちゃめちゃなんかお約束みたいなこと言っちゃったけど。さすがだね。順平もうクリアしてるね。ということで、探索中アニメーション切っていたので、また見るに変えて進んでいきましょう。待ちなー、待ちなー。さあ、鶴のムチ、えい、ペシペシ。サンドさん、ペシペシ。強い。さすがムーチョ。これ、このままいけんじゃない？いけんじゃないかな、このまま。いっちゃう？さあ、毒の粉、鳴き声と変えましょう。眠り粉もか、いいね。眠り粉。毒の粉と変えましょうか。ありがとう、毒の粉。よし、いっちゃいますか。でね、そうだ、俺レポート書いてなかった。初レポート。よし、頑張っていこう。来たな。俺は 2B ポケモンジムリーダーたけし。俺の固い意志は俺のポケモンにも現れる。固くて我慢強い。そう、使うのは岩タイプばっかりだ。負けると分かってて戦うか。ポケモントレーナーの佐賀だな。いいだろう、かかってこい。さあ、ではたけし戦ですね。頑張っていきましょう。さあ、すぶてさん、ここは鶴のムチでペシペシしてしまいましょう。いいね。さん、岩枠さんもペチペチしてしまいましょう。ありがとうございますおっしょ、ありがとうございます。絶対1分かかってないよね。30秒ぐらいで終わらなかった。よーし、グレーバッジありがとうございます。で、フラッシュも使えるようになりますよってことですね。お、進化だ。さあ、ということで、不思議そうさんですね。ありがとうございます。お、岩石封じかな。ありがとうございます。このままの勢いで花田ジムもいっちゃいましょう。頑張るぜチャンピオン、頑張るぜチャンピオン。どういうこと？自分で言ってて分かんなくなってきた。よーし、ということでお次は花田シティに向かってっていう感じなんですが、ここですね。結構あるね。なのでここグイーっていってお月見山通って進んでいくみたいな、そんな感じでいきましょう。で、確かこの辺でね、ランニングシューズがもらえたんじゃなかったっけ？おですね。ありがとうございます。これね、走れるようになります。こんな感じですね。すごいよね。体全体使って走ってる。後ろ姿かわいいな。後ろ姿かわいいな。うおー、うおー。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。